今回は二重羅レモネードとチキンのバターソテーのレシピをご紹介します。レシピは沼津市二重羅の貝殻亭さんから提供いただきました。材料はこちらです。二重羅レモネードは沼津市二重羅地区で約20名の生産者によって栽培され、集約的に栽培している地域は他にはないため大変貴重な果実です。レモンのような香りで皮を剥いてそのまま食べられます。絞ってジュースとして飲んだり料理のアクセントにするのもおすすめです。フジーズキッチンで美味しいを作りましょう。レモネードを8等分のくし切りにします。鶏肉の両面に塩コショウで下味をつけます。洗った米に水を入れ、ターメリックとバターを入れて米を炊きます。チキンとレモネードを焼いていきます。フライパンにオリーブオイルを入れ、鶏肉とレモネードを中火で焼きます。鶏肉がきつね色に焼けたら裏面も焼きます。白ワインとチキンコンソメを入れます。水分がなくなっても火が通っていない場合はお湯を追加して中まで加熱します。火を止めて温かいうちにバターを入れ溶かし混ぜます。ターメリックライスも美味しそうに炊けました。皿に盛り付け粉チーズをかけて出来上がりです。二重羅レモネードをいただきます。二重羅レモネードの爽やかな香りと鶏肉の相性がバッチリで美味しいです。ぜひお試しください。